白菜は定食する30分から1時間前にはこのように水につけておくといいと思います。このようにすることで水分を上に吸い上げて梅毒をよく湿らせてくれて、根張りがいい状態のまま定食に持っていくことができるので、このように水分をよく含ませておくといいと思います。おはようございます、小山です。今日はですね、白菜の定食栽培管理についてお伝えをしていきたいと思います。白菜はこの冬に非常にこう人気のあるお野菜です。今こちらに苗が、ありますけど、このように苗をですね、生育をして定食をしていくということをこの時期に考えている方、またこれから、定食をしていこうとする方いらっしゃると思います。白菜の栽培についてはいくつかのポイントがあります。まずは白菜についてはですね、夏のお野菜を栽培していた畑、そちらの畑に元肥を使わずに追肥だけで管理することができます。またですね、白菜というのは非常に葉っぱが、柔らかくて害虫被害に遭いやすい、お野菜の一つであります。特にこの白菜に関してはヨトウムシの、被害を受けやすくなります。そういったものの管理方法とかそういったものについても、お伝えしていきたいと思います。まず白菜についてはですね、10月の中旬ぐらいまでには、定食をしていった方がいいと思います。早い方はもう9月の上旬ぐらいには定食をされている方がいると思うんですけど、そういったものについては年内の収穫が見込めるという形で白菜の栽培をしています。品種によっては早生種のものを使ったりだとか、60日で収穫ができるような白菜を育てているものもあると思います。白菜については今この状態ですと苗の大きさが15センチぐらいの大きさになっていると思うんですけど、白菜はものすごく大きく成長します。畑に定植した後にみるみるうちに大きくなっていきますので、比較的30センチぐらいの畝幅を取って上間幅を取って定植をするのが、いいと思います。また苗があまり大きくなりすぎると結球しづらくなるというのもありますので、この程度の大きさの苗で、定植をするのがいいと思います。先ほど説明したヨトウムシ、そういった害虫の被害に遭いやすいというのがありますので、そういったものについてはこのようなフォルトランですね、これは流剤になります。こういった下流剤のものを畑に定植する前にパラパラっと株元に撒いてあげて害虫の被害というのを、減らすことにもなります。こういったもの以外にもこちらは防虫ネットになります。今こちらでは育苗管理をしていますが、このような防虫ネットをすることも有効な方法の一つとして使うことができます。さらにこのような寒冷車、こういったものを使って栽培の管理をするということもできます。先ほどの防虫ネットとこういった寒冷車を使うメリットというのは害虫の被害を減らすということになります。黒いネットを使う方もいらっしゃいますが、おすすめはこういう白いネットがおすすめです。こういったもので覆っておいてですね、栽培の管理をすると比較的害虫の被害に遭いづらくなります。また白菜はですね、大きくなって葉っぱが広がっていきます。それと同時に徐々にこう結球し始めていきます。結球してくるにあたってある程度大きくなった段階で、そうですね、30センチぐらいの大きさに丸く大きくなってきたらですね、紐で縛ってあげる。これが大きくなったとすると、このように白菜を整えてあげて、ここで紐で縛ってあげる、こういうような管理をしてあげると、白菜はよく巻いてくれますので、そういった管理もしてあげるといいと思います。白菜自体はそれほど栽培管理は難しくありません。定植してから2週間または3週間後ぐらいに、化成肥料のオール8、窒素リン酸カリウムが8対8対8というものをパラパラっと株元に撒いてあげて土寄せをしてあげる。そういった管理をするとですね、白菜がどんどん大きくなっていく。こちらの白菜は収穫まで60日のものになりますので、早ければ年内で収穫が見込めるというふうになってくると思います。また気候
候とかそういったものにもよりますので、年明けになってくると、徐々に生育が乏しくなりますので、春先頃の収穫とかっていうのも、見込めてくると思います。家庭菜園でやれる場合には、それほど大きな白菜にならなくても、収穫をすることも可能にはなります。葉っぱ自体は甘くて、非常に美味しくて、お鍋にもよく合う、冬の本当に大人気のお野菜の一つになりますので、そういったことをですね、やってみるといいと思います。で、白菜自体は先ほど説明したように、比較的ヨトウムシの被害に遭いやすいので、一つは防虫の対策。これは先ほど説明した、このオルトラとか、他の殺虫剤もありますので、そういったものを適宜使っていくと有効にはなります。また、寒冷舎、そして、防虫ネット、そういったものを使うといいでしょう。でこれからの時期は、比較的、朝晩の寒暖差が激しくなってきますので、どちらかというと、おすすめなものは、寒冷舎、白い寒冷舎を使うことが、比較的、いいと思いますので、こういったのもですね、比較的、害虫対策として有効になりますので、ぜひ行ってみるといいと思います。まあ、この白菜以外にもですね、今、これから大根、またはですね、カブ、人参、水菜、いろいろなお野菜、ブロッコリーもそうですね、キャベツ、そういったお野菜に対しても、先ほどの管理というのは有効になりますので、そういったお野菜を管理されている方、特に葉物ですね、キャベツとかそういったものも同じように被害を遭いやすくなりますので、こういった、事前に管理をしておくと美味しいお野菜が収穫できますので、こういった管理をするといいと思います。このオルトランの、有剤については適用の使用量というのが決められています。この中に2つのスプーンが入ってますので、それに応じて1株あたり分量目安というのが分かりますので、そういったのを目安にして、撒いてあげるといいと思います。撒きすぎにもなりませんし、そういった管理もできますので、ぜひ参考にしてみていただけたと思います。ちなみにこちらに書いてあるのが、先ほど言ったようにキャベツ、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、白菜、ブロッコリー、大根、カブ、ごぼう、レンコン、バレーショですね、こういったものに効きます。先ほど、お話ししたようなものに全て使うことができますので、こういったものをやって管理しておくと非常に管理がしやすくなりますので、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、今回白菜の定食栽培管理ということについてお伝えさせていただきました。これから非常に寒くなっていきますので、この白菜が大変人気なお野菜になりますので、ぜひとも皆さん美味しい白菜をね、育てて、この冬暖かく過ごせるように、してみたらいかがと思います。ではこの辺で、終わりにしたいと思います。どうも。